さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。今日もやりましょう、ゼルダ伝説。さて今回なんですけど、新しいストーリーに進んでいきます。さあね、前回ね、謎の叫びとかでね、2つの叫びを消して、でもまだハイラル王が見つかりませんということで、ストーリーが進まなくなりましたんでね、ルベリの家に戻ってこれまでのことを伝えましょうということで行きましょうか。こんにちは。何か起こる。次どこ行けばいい。おお、ゼルダ姫戻ったか。何か話したいことがあるという顔じゃんの。ウギ将軍も帰ってきてんじゃん。そうか、各地の裂け目を消してもハイラル王もリンクも見つからなかったか。そう、ウギ将軍とサタリーさんだけいた。ねえ、わあ、我が王よ、どこに。姫様のご活躍で各地の大きな裂け目は消えました。残った大きな裂け目はハイラル城の。お主ら、ねえ、お主らやハイラル王が飲み込まれた裂け目だな。あそこでかいよね。我らが王は今も裂け目の中。こんな話してる間にも城は偽物たちに好き勝手されておるのか。どうしたらいいんやろな、ウギ将軍。姫様、ルベリとのサタリ大臣、どうぞの。このウギ、ハイラル王国の将軍としてじっとしてられません。おい、乗り込むのかお前。どうするつもり。無論行動あるのみ、ハイラル城に赴き偽物たちの正体暴いてみせましょう。おい、いや突撃やめろって。ちょっとウギ将軍はもう大丈夫かな。話も終わったら偽待ちない奴らならの。どうすんだろう、ついていくか。それ以上まだリンクは見つかるのか。あやつも無事でいてくれるといいのではな。ハイラル城行こうかい。王の偽物たちはそなたの命を狙っておる。城に行くなら気をつけるようにな。次城行くんだ。あら、頑張りますわ。だって強化できるかな。わ、できないんだ。まだ研究進んでないんだ。じゃあ今もう何も鍛えれなくなっちゃった。これ以上、まあ、ストーリー進んだらまた鍛えれるようなのかなって感じかな。よし、ではではでは、ハイラル城に行きましょうか。さあ、ハイラル城もう行ったことあるんですよね。ここですね。もうワープでスッと行っちゃいましょうか。偽物同士鉢合わせてどっちが本物でしょうってやんのかな。選ばなあかんのかな。俺が勘弁してくれよ。そんな展開来ないでほしいですけど。はい、というわけで来ました。なんだ、ウギギギギ、ウギ将軍が言ってる、ウギギギ。なんだ、なぜ信じてくれるのだ。この顔、この声、この体、どこが偽物だというのだ。ウギ将軍、だから言ったでしょ、王国は私たちの偽物に乗っ取られてます。あなたのような偽物がうろついてるから警戒せよと王からは言われてる。本物だというなら合言葉を言ってください。本物の将軍たちなら言えるはずだよね。合言葉、王様が決めた偽物を見分けるための合言葉ですよ。だから偽物が決めた偽物の言葉やろ。はあ、きっと偽物の王が私たちを偽物に仕立て上げようと。ウキキキキ、では偽物を手のひらの上ではないか。ウキたち本物なのにね、みんな偽物のこと信じんだ。ねえ、お前たちに私の話を聞いてくれ。今城にいる王たちは偽物だ。信じてくれないよ、ウギ将軍。作戦を練り直しましょう。今何言っても彼らには信じてもらえない。いや、しかし、なんだ、あれは、なんだ、裂け目が広がってる。わー、やばい。待って、城下町飲み込まれてたやん。うわわわわわわわ、どうすんの、こんなことになって。うわ、偽物の敵いっぱい出てきたね、これ。やべえ。おい、タートダックとかいるじゃねえか。強そう。キースとかも飛び交う地獄じゃねえか。大変だ、城下町が。叫べに。どうすればいいんだ。うろたえるな。お前たちはハイラルを守る兵士。兵士の使命は何だ。民を守ることです。よくわかってるではないか。ハイラル王国の勇敢な兵士たちよ、逃げ惑う人々を安全な場所へ。逃げ遅れた人がやや確かめるんだ。みんなで民を守るぞ。カリスマ性でなんとかなった。大変なことになってしまいました。裂け目を消せるのは姫様だけです。どうか裂け目に飲まれた人々をお救いください。私は私にできること、避難を手伝ってまいります。大丈夫よ、本当に。お城が全部なくなったんだ。次のダンジョンもう入られるじゃん。早いな。さあ、行くか。待って、何？入れるとこある？どうしたの？下かな？下？どこ行ったの？
あったよ。奥の方に入り口作れそうな裂け目があるよ。下に降りれそうなとこ見つけよう。井戸しか思いつかないけど。水をガードですと。水も防がれる。ダメだ。やっぱ俺の最強の兵士出すしかねえ。ねえ。タートナックかける2。やっぱタートナック。痛い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 。助けてタートナック。強いこいつら。えいえい。ちょ待って、これ回復したいな、一回。死にそう、ちょっと待って、さすがに死にそう。一旦ベッドで、一泊二日、ねえ、快適な旅を、いたしましょう。やばいな、一発で2食らうからな。これどうしようかな、もうリンクでいいよね。タートナックくんが、俺の壁となって戦い、その隙に、俺は剣士リンクとして、いや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 、ちょっと通してくれ。通してくれ。痛い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 。全部やっつけていく。こういうことよね。入れる家の中。入れたまだ。大丈夫誰かいない？あ、サダリさん。ぐずるぐずる。怖い思いしましたね。大丈夫。さあ行きましょう。どこ行くのこれから。うん。うん。かかりこ村とかどっかで行かなかな、はい、牧場とか。ひとまず安全な場所に連れて行こうと思います。町の下の方に行きたい降りとこ知らない？井戸ぐらいしか思いつかないけど、この近くの井戸のそこに弊社に通じる地下道があったよ。井戸分かったよ。オッケー、気をつけてね。結構わー入っちゃったなんかあるかな他に。家の中で入れるとこもう一回改めて入ってみよう。あそこなんで井戸は上の。この家幸運だね。飲まれてないじゃん。運が良かった。でも、元通りになったら全部元通りになるもんないよね。さあ、キース。えい。一撃粉砕しておいて。まあ、この影の敵は全部いいもんね。なんか倒しても、落としてくれもんね。さあ、ご婦人、しっかり。すごい担ぎ方してる。大丈夫、そんな担ぎ方して。誰もいなくなっちゃった、ここには。よし。さあ、とりあえずこれで、将軍たちは、救助活動も終えたのかな？どこに行ったの、みんな。安全な場所って。この辺に安全な場所ないよね。どこ行ったんだろうな。まあ、いっか。よし、ではではでは行きますか。ここだけ井戸の中に入っていきましょう。へい。ストーンと。兵士いる。大丈夫あんた。仕事をサボじゃなくて、井戸底の点検してた突然、地上は魔物だらけだし、どうしたら頑張れよ。よし。行くしかない俺が。入り口開けそう。さあ、行こう。砂兵士見てない？でかい穴やな。さあ、行こうか。これ、なんかクライマックスみたいな雰囲気出してるけど、大丈夫このゲーム。怖っ。リンクとかいないかなぁ。ん？何これ？これは何？敵？これ。あ、違う、これ、あれだわ。この世界に取り込まれた人だ。こんな姿になっちゃった。あ、で、ここに来るんだね。ちょっと一泊二日するか。あー！村人たちもみんな固まっちゃってる兵士もいるよ。出たこれ、よし、下降りよ。ここなんか宝箱、こっちの世界にも宝箱あるじゃん。前取ったよね。へい、唐辛子、ポカポカスパイス、サンキュー。いいもんもろだね。よし、じゃあどんどん行こうか。うい、来るな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 、俺の元へ。よいしょ、うい。こっち来るな、敵さん。激しいなぁ、攻撃が。指輪打つときちゃんとロックオンしなきゃ当たんないね、攻撃が。よいしょ。うるさーい！追い出されたんだけど。妖精使われたくない、今の。ねえ。
やってもうたな。妖精なくなった、臭くないわの。よし。いや、まあ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 、死んでしまうとは情けないというやつですよ、ここは。でも今のさすがにデスコンボもデスコンボだろ。敵強すぎるって。明らかにザ・ハイラル城下町の無。さあタートナック君もまた相変わらず。よし、いけ、頑張れみんな、みんなならいける。いや俺の手伝おう。よいしょ、よし、俺の方が強い。うん、問題ないね。さあ取り込まれたお家や、お家の子供たちもみんなダメだね。元気出して。よし、リンクとかハイラル王いないかな、この辺に。どっか、あー子供がいる。プニほっぺたプニプニの子だ、かわいそうに。よし、じゃあどんどん行こうか先へ。さあこっちの方が多分ハイラルのねお城でしょう、おそらく。行きましょう、お城まで。うこわ、さあすごい噴水に来たよ、水の流れてない噴水。魚もいるじゃん。頑張って、俺の分まで戦って。よいしょ、ご苦労。はい、なんこれ。あー、バター、発酵バター。なんだろうね、発酵バターって。光るんかな、光るんかな。いや、そうなんだ、光るんだよ。さあ、シルベ登録。こっちなんかあるかな、なんかいかにもな感じのとこだけど。よし、便利ね、ここ。む、向こう側、皆さん怪しいですね。行くぞ、ビューン。来たぜ、あれゆか、ビューン。よし、ゲットだぜ。いいね、ジュルビー。結構嬉しい、もっとくれ。全然わがまま言わんけども、もっと欲しい。はい、めっちゃ震えとるな、この辺で。どう行こうか。基本的にこのさ、水の塊が便利だよね。ほんと、いけない。うわ、入ってこられた。水の塊のとこまで敵が。よし。で、火を通ってやってきて、20ルピー。Thank you。大丈夫これ。ここ水？よし、到着。順調ですね。ハイラル城たどり着けるかな、今日で。着いたわ。たどり着けるかなって言ったら1秒で着いたんだけど。ハイラル城の攻略の方法はみんな上から攻略するね、みんな。これでもうクリアや。ねえ。よいしょ。クリアじゃないですか、これ。うい、ほら。クリアってことにしない、ここ。こんな高いとこに着いたんだよ、俺。これ奥行ったらどうなの、積みかな、積み臭いからやめとこ、積みたくない。はい、では行きますか、中に。遊ぶのもほどほどにして。王様いるかな、みんな固まってる。なんか今までよりももっと嫌な感じする。ゼルダ気をつけて進んで。ハイラル城、いつもはトリの仲間がいるとか言ってたけど、今回仲間はいないのかな。どうなんだろうね。さあハイラル城、今日でクリアできるんでしょうか。そんなね広いとこではなかったと思うんだけど、どうなんだろう、広いのかな。ちょっと待ってね。フルーツ入ってるから、ちょっと腹減ったから。よし、リンゴ食べながら行こう。リンゴ食べる、口の中がバチバチするのこれ。炭酸リンゴだから、炭酸リンゴ。ん、なんかいるねー、これ。俺の新しいリンゴかも。待て、間違った。いや、いけるか。お前水ないけど、戦える水ないけど、水ないと戦えへん。戦われへんみたいねえ。よし、ダメダメ、覚えた順。ヤリモリブリン、いいね、ヤリモリブリン。
頑張れ。いいよ。遠距離、あ、もう相性丸、相性丸、相性丸、俺もやろう。よし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 、完璧すぎた。強そう。タートナックレベル2。熱。鮮やかな鎧に身を包んだ魔物のエリート兵、敵の攻撃を耐えしのぎ両刃の斧で投げ倒す。俺のリンクです。よろしく俺のリンク。リンクがいっぱいいて嬉しいよ俺は。これいけないね、こっち開かないね。よし行こうか。いやちょっと待てよ、ゼルダの部屋がここにあったよね確か。ゼルダー、ああ私の部屋がなくなってる。返して私の部屋。ちょ、寝れないじゃんこんなんじゃ。ベッドもないよ部屋に。どうすんの、自分で作るかベッド。借り物するか、知らん人のベッドで寝よう。王様、パパいた、パパこんなとこに。ゼルダのお父さんここにいたんだね。ここの叫び消したらいける。大丈夫だよ、叫びを消せばお父さん元に戻る。出て戻すの。見つかったハイラル王、叫びの中の玉座の間でとうとうハイラル王を見つけた。ハイラル城の叫びを消してみんなを助けよう。出て消す。お、え、なんでこんなとこにあんのこんなのが。玉座の間、この椅子借りれないかな、借りれなかった。下降りましょう。どこだここ。え、怖いね。さあ下にやってまいりました。地下の世界、どこここ、ハイラル城地下。え、これパパの部屋があるとこかもしれん。パパの部屋、脱出路かな、それか。何があるんだろうねここには。よいしょ。さあ開いたコマ奥行こう。兵士、え、ここ捕まったとこの部屋だ、懐かしい。負けた、え、負けた、強すぎる。ということはここはあれだね、強いんだ敵が。ってことは、ってことはこうやって水中で泳ぎながら行くのが正解で、結論です、これが。結論ができない。うん、あっ、やめてくれって。こいつら効かねえな。ふう、なかなかに恐ろしい。やばいかも。あ、こいつらもしかして水の中入ってこれない、いける。雑魚か、水も入れぬ。よし、お、めっちゃアイテム入ってんじゃんここ。これここ防げんだね。よし、やばいやばい、死んだ。え、捕まったんだけど、牢獄入っちゃった。助けて、はい、頼む、ありがとう。やばい、捕まったら地獄行きだったんだ、危ねえ。一生あそこで過ごすとこだったぜ。ただいま帰りました。よし、こういうことだな。だから真面目にやりましょう皆さん、ユカビオンでいいです。はい、真面目にやるならユカビオンでいいですね、マジで便利なんでユカビオン。こいつやべえ、やまたってる、クソ。ちょっと待って、またローヤンダが入れられたんだけど。助けてー。よし、あぶねえ。みんなも牢屋に捕まりすぎないように。ね。だって俺死んだのどこだ、さっき。この辺だよね、多分。よし。いや、ちゃんと。よいしょ。ちゃんとやりましょう。いつもちゃんとやってる俺が、
いつもよりちゃんとやりましょう。よし、オッケー。これ以上いけないんだ、こっち。よし、はい。水びちゃってじゃん。うわ、ここ一番むずいかも。あ、でもあれか、音鳴らすんか。そういや、このゲーム、このゲームでイージー攻略法ねえ。よし。音鳴らしてる隙に行く。完璧。え、いっちゃん最初のとこ帰ってきた。え、懐かしい。ここ通ったよね。え、インパ様、おばあちゃんだ。この人はゼルダが後ろから逃げた時に助けてくれた人だ。裂目に飲まれちゃったんだね。牢獄にいたんだ。裂目を消せばこの人も元に戻るよ。捕まってたんだね。なんか本がある。ん、なんだろうこれ。読んでみる。姫様を送り出した後、兵士たちに捕まり牢に放り込まれてしまった。多勢に無勢、帰り道に知りたかったが、夜年並みには勝てぬ。牢の外からゼルダ姫を探し出せという声ばかりが聞こえてくる。だが探せと言われている間は、姫様はご無事ということ、どこにいるか分かってないもんね。今の私にはそれだけが希望だ。外で叫びが消えた、話を兵士がしていた。姫様が関わっているのではないかと私は思う。だが心配だ。お怪我はないだろうか。ご無理はされてないだろうか。無事を祈ることしかできぬ思いに腹が仲間になって借り物になってくれ。インパ、城内が騒がしい。もし姫様の身に何があったのか、それとも敵が動きを見せようとしているのか。なんとかここを抜け出し姫様に伝えねば。ありがとう、伝わったよ。これは通れないな、こっち。まだ下行くのこれ。はい、ハイラル城地下2階。え、地下2階ってあんの ?2 階まで。入っちゃった。えい。ありがとう、リンゴ。どこよ、ここ。なんかいるじゃん。水消される。いけ。俺のがレベル高いぞ、絶対。よいしょ、雑魚か。ちょっと、乗って。よいしょ。いけ。よし、ナイスー。ふい、応援しとこう。いや、後ろに指打っとくか。激アツ戦い方来たな。こういうゲームよ、みんな。俺は手を汚さん。みんなに戦ってもらうんだ、俺は。またなんかあるじゃん、ここも。うい。またコピーされちゃうのかな、やだな。宝箱じゃん。えい。ね、これ初めて見る。かぼちゃ、ねじりかぼちゃ。初ゲットアイテムですね。さあ、花の蜜、左上に宝箱あったね。キスうざ。違う。よし。なんだこいつらは。ふい。これルート的には左のあの宝箱取っといた方がいいね。多分食事量だと思うんだけど、今後スムージーどれくらい作るか分かんないから、ある程度持っときたいもんね、食料は。へい、なにこれ。あ、魔物石。変な石。めちゃくちゃ敵が生成されていく。無視しよう。火つけたらいいのこれ。でも火つけるの持ってなくね、遠距離の。キャンドル向こう側に投げ込めないもんね。どうしよう。あの食材、柵の向こう側にある。遠くの物出せるの覚えてる？物出せるかも。柵の向こう出せんだ。すげえじゃん。ありがとう。そんなやり方があったんだね。避けるな、キース。意外と応用効くんだね。こっちじゃない。へい。こうやって、
火つけといて。つけてくれる？あ、つけてくれ、ありがとう。これもここから出せないかな。あ、ダメだ。これはこう出して、こう、こうやるんだな。よし。落ちるなよ。何しとんねん。よし。ぜひぜひ。よろしい。なかなかにややこしいステージだったな、ここ。マップ的にはこんだけだね。オッケー。さあ行こうか、奥へ。よいしょ。シンクやめる。シンクやめる。何あれ？何これ本当に。こいつ何っすか？何っすかこれ？風送りマシーンかこれ。耳やで撃てないかな。倒せる倒せる倒せる。おお、あ、借りれんじゃんこいつ。イエイ。ブロボル。じっと動かない一つ目の魔物、一定周期で体が動くほどの強い風を吹き出してくるぞっていう変なやつ。どうしたらいいこいつ。とりあえず下捨てといたらいいでしょ。ねえ、ポイ捨てしときゃいいでしょ。ポイ捨て、こいつポイ捨てできない。よいしょ、危ねえ。ポイ捨て成功。ポイ捨て最高。みんなやったらダメだよ、ポイ捨ては。これ何ここ。ん？やっつけとこ、とりあえず。へいへい。ん？ん？なんかの謎解きなんだろうけど、何もわからない。ね。何もわかんなかったわ。一旦じゃあこっち行こうか、右。なんだこれ。目置いとけばいい。とりあえず。あ、便利。ちょ、俺まで動けなくなるのやめて。よいしょ。はい。お、地図だ。やったぜ。ダンジョンマップ。でもマップ見るほど広いの、ここって。うわ、広かった。ハイアラル城の上はさ、めっちゃ薄いのに地下2階バカ広いんだけど。どうなってんだこれ。ねえ。そう、でもこの先の行き方だよね、次。普通に行って、あ、普通に行けんのか。じゃあ普通に行こうぜ、行くかぜ。飛び込めー。よし。ゆかびも便利だからな、やっぱ。はい、では行こうか、こちら。よし。ボス部屋の鍵あるな。これはちょっとね、嫌だな、ほんと。今回ここまでにしとくか。これなんだろうね。1、2、3かな、多分。ねえ。いや、違うかな、なんか。これ覚えとかなきゃいけないのかな、なんかよくわかんないけど、謎解きで使いそうだよね。勘弁してくれ。あ、まだいっぱいある。この皿のやつはね、わかんないですけど、次回使うかもしれません。どうなんでしょうか。はい。というわけで今回ここまでにしましょうか。まあ、今回ね、タートナックレベル2だったり、ブロボだったりとか、いろいろと借りれてね、俺的にいいかなと思っております。よかったです。さあ次回、ハイラル城のボス倒しましょう。どうなるのか、お楽しみに。また見てね、おつぱいよ。